SEGA。ベヨネッタの秘密、これは攻略本にも載ってないし、まあ、公式設定でもない、その僕の中だけで思ってる設定なんですけど、まあ、ゲームをこうプレイしてもらうと分かるんですけど、見ての通りベヨネッタはほくろがついてるんですね。だけどこの過去のベヨネッタにはほくろがなかったっていうことが、まあ、ゲームをプレイすると分かってもらえると思うんですよ。なぜ過去のベヨネッタにはほくろがなくて今のベヨネッタにはほくろがあるのか、僕の中では魔女は女性としてこう大事なとても大切な経験をすると体のどこかにほくろが現れると思ってるんですね。なのでベヨネッタも何かこう大切なこう思い出に残る出来事があったんじゃないのかなというのが僕の中だけの秘密です。ベヨネッタの一番好きなシーンは、大きいビラブドっていう天使がそのセレッサっていう小さい女の子をこうつまみ上げて、でそれをこうベヨネッタが助けるっていうシーンがあるんですけど、ここで単にこの悪者が小さい女の子を捕まえたっていうんじゃなくて、映画のキングコングみたいにこのビラブドっていう天使のキャラクターがこのセレッサに恋をして惚れ込んじゃってこう思わずこうさらっちゃった、でそれをこうベヨネッタが取り返そうとする、で今度はこのプレイヤーがそのビラブドを倒すと最後にビラブドはベヨネッタが召喚した魔獣に食われちゃうんですけど、その時にハートがパリンって割れる演出があって失恋しちゃったっていう、このシーンっていうのが、まあ、ストーリーには直接関係ないんですけど、そういうところを作ってる時って一番こう、まあ、僕も含めてスタッフが一番ノリノリになるところなので、そこは作ってて面白かったですね。天使の、キャラクターで、まあ、敵の天使ですね、声が子供っぽい声のところ部分があるんですけど、それは当時その SE を担当してスタッフの子供のお子さんの声なんです。それを加工して入れています。一番好きな敵は全部ですけどね。でも強いてあげるなら二首の竜のフォルティトゥードっていうデザインがあるんですけど、それは、印象深いキャラクターで、初めてディレクターから OK をもらった敵のデザインなんですね。はい、僕が一番好きな曲はですね、ライダーズ・オブ・ザ・ライト、そしてレッツ・ダンス・ボーイズですね。ファンの方たちとはね、ちょっともしかしたら違う意見なのかもしれないんですけれども、この2曲が僕のお気に入りになってます。そうですね、レッツ・ダンス・ボーイズはですね、実はインスピレーションを受けた曲がありまして、僕が大好きな、2002年かなに映画化された、ミュージカルのシカゴっていうのがあるんですけど、シカゴは、ロキシーとベルマっていう2人のシンガーが出てきて、2人はこう互いにこう相入れないような間柄でずっと行くんですけど、最後のシーンではこう手を取り合ってこう2人でステージで歌って踊るっていうシーンがあるんですね。で、まあ、そこで流れる Nowadays っていう曲が僕は好きなんですけど、まあ、その2人が踊るシーンと、あとベヨネッと、あとベヨネッタとジャンヌっていうのを僕の中でその時かぶって、で、まあ、そのシーンで流れる生デジをちょっと聴きながらレッツダンスボーイズを作ったと経緯があります。ベヨネッタが、なぜ最初シスター姿で登場するかですよね。それについては多分彼女の、日常の仕事が、まあ、シスターのふりをしながら天使をおびき寄せて、まあ、自分の悪魔に捧げる供物にするために狩るためだと思うんですけど、まあ、それはベヨネッタの話であって、多分実際のところはただ単にベヨネッタが黒い衣装で登場するっていうことがつまらないと思ったディレクターの趣味だと思います。
そうですね、ベヨネッタ以外で、そうですね、気に入っているキャラクターはジャンヌですね。神谷さんは、神谷さんの作品をご覧の方はご存知だと思うんですけれども、赤が大好きでして、ベヨネッタも最初から黒という指定があったので、まあ、ああいった形で非常にタイトなデザインで落ち着けたんですが、その代わりジャンヌは、まあ、派手にしてくれという形で、ああいったシルエットも奇抜 でカラーリングもベヨネッタとは真逆の赤という形で落ち着きました。彼女は仕上がるのも早かったです。ベヨネッタの能力で欲しいものはもう迷わずそのまま髪の毛が自在に伸びることですね。これはまあ絶対女性だったら一度は欲しい能力なんじゃないんでしょうか。やっぱり、まあ、ある日ショートヘアにして翌日にロングヘアに戻せるってもう最強ですよね。ベヨネッタの能力を手に入れられるとしたら、まあ、能力といいますか、とベヨネッタって影が蝶になってるんですね。それはすごくクールだと思うんで、そんな風になればかっこいいなと思います。ベヨネッタの持ってる能力を 僕がもし何か一つ使えるとしたら、あのビーストウィズインがいいですね。まあ、ベヨネッタはこう黒ひょうになったり、そのカラスになったり、コウモリになったりしますけど、何かこう別の動物の姿に変わって、こうなんか可愛い女の子と一緒に暮らしてみたいですよね。僕多分タヌキとかに変身するんじゃないかなと思うんですけど。